県内の多くの公立小中学校では今日が1学期の終業式。明日からは待ちに待った夏休みです。金沢市や白山市など県内15の市と町の公立小中学校はいよいよ明日から夏休みです。このうち金沢市の大徳小学校では4年ぶりに全校児童が体育館に集まり1学期の終業式を行いました。水の事故に気をつけてほしいんですけど。教室に戻ると子どもたちは担任の先生から夏休み中に注意することを聞いて明日から始まる1ヶ月余りの休みに思いを馳せていました。まだ予定はないんですけど海水浴とか行きたいなって思ってます。3年間ぶりぐらいに帰るんで一緒にたくさん遊びたいです。残りの4つの市と町では明日以降に終業式が行われます。